はい、えー、というわけで <laughs> <laughs> ちょっとねなんか一応前からもうちょっと前から撮ってたけど微妙だったのでカットし、はい、ここから入ります。ラジオ学理第回の ラジオが狂い控室ですえらい遡ったるらいいけどごめん間違ったこれ間違った構成が間違ってた4ヶ月ぐらい戻ると思っごめん196回あれなんでこんな一つだけあれなんだろうまあいいやはい今回パーソナリティ務めました THK2 年の澤田ですはい同じくパーソナリティの THK1 年佐藤ですはい技術を務めました THK1 年の沢田です

なんでだろうね偶然見えたのがそれだったんだよはい196回です200回が近いんですよほんとだね気合入れていかなきゃはい1ヶ月1ヶ月もう1ヶ月ないよあない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 ですねあ一1月切ったとこだちょうどあれ収録ってが31日の30303030かはいあじゃあもうすすぐでねあと4週ぐらいね何があるかお楽しみというわけでね ままだ考えてせんはいはい振り返っていきますょいきましょうえっと最初のリレーとか何だったっけだっけ広めたいものか流行するとか別に布教するつもりは全然ないんだけど2人ともなんかゲームだったね結局私は単にボードゲーム一緒に遊んでくれる相手が欲しいなって楽しんでいただきたいなんだろう ?DTR ちょっと前にだいぶハマって一回冷めてたんですけど最近また再入してきてやっぱね一緒にやる人欲しいなとか思いながらでもリズムゲーム難しくないいやあのんだろう上級者の方は本当やばそうなあまちまで出してますけどの本当初級者用の譜面とかはの本当に気軽に楽しめる感じになってますのでそういうとこから音楽に合わせて体動かすって あのほんとダンスと一緒ですごい楽しいんでぜひぜひ、うん、でも俺はダメだわ体動かすのが苦手だから俺もリズムかんないからダメだでも他のリズム系はちょっとやってみたいとこもあるけど、うんうん、なるほどううとこからぜひぜひねはい僕は と青春を控え室をそうか、言ってるんでしょ控え室で言ってる。控え室も行ってるんで、はい、ぜひ、それを聞いてくださいって感じだね。はい、黒沢さん。はい、えそうですね。特にないって言いかけ。本音が、本音が出てしまった。ええ。そうですね。ええと。まあ。 いろいろありすぎてっていう感じですね。はい、はい、はい。企画いきましょうか。企画一応ない。え、もういってる、いってる。 先ああなるほどそうかはいた人の区別がつかないそうだねはい企画まず最初が検索ヒットブラックジャック検索ヒットブラックジャック面白かったですこれねえでもなかなかだったと思うよまあまあ結構最後の最後でまさかの駆け引きが生まれたので駆け引きか駆け引きじゃねえわいい勝負けームしたバトル いやでも難しいね、なかなかね、ねうん、難しかったと思うよ。だってね、なんかこう、うん、検索ヒット数さ、そんな見ないし。でしょうね。うん、いや、でも多分これはだから世の中の動向から見えてくるものがあるんじゃないですか。<laughs> 見えるかえ、でもさ、<laughs> まあ、あとは積み重ねかな。ね、その。 なんだろう日の出とかってさ毎年行われるじゃんずっとなんかだからすごいなんかツイートも何もかもさだんだんと積み重なっていくわけじゃん結構引っかかるものやっぱ多くなるんじゃないかなあとはブログとかでみんな報告したりするとそうなるかな逆になんだろう割とさオリンピックとか,かあ,そうだねあとはとにかくオリンピックはやっぱりな長いからヒット数 リオとかそういう感じで言われちゃうもんね。リオ五輪とかそういう。表記連れもあるよね。あとは何だろう。多かかったののが確福袋万あそっか。ポケモンより多い。3000万件ぐらいポケモンより多い。福袋ね。なんでだろう。やっぱ企業とかそういうと広告じゃないか。そうだね。そうなるわ。広告。うん。かいろんな その店とかがさ商料も出すしその販売店も出すしそうそうそうで買ってツイートだよねそうだねそうだねそうなるわ福袋ってさいろんな店で売るじゃん食料品もアパレルもおもちゃもそりゃ増えるわねえそりゃねえ増えるわ あとはね、逆にね、あのー、去年流行ったからといって、検索ヒット数がそんなに増えるわけじゃない例が、とにかく明るい安村さんの、まあ、それでも60万、まあね、あ<ー>いや全然十分な方ですよ、まあまあ、それは多分だから、うん、去年1年間しかなかったからっていうのもあるかな、あ<ー>まあ、でも流行語大賞の影響、大きいかな、まあ大きいかもね、そ,ねそれでも。 数年前にこの同じ現象を起こしたそういうネタのやつを見てみたら意外とちょっと検索してみるんか数年前っていうその,そのネタを持ってる人に対してちょっと失礼になりかねないあれがあるけど大丈夫かいそんなの関係ねえそれだね,ね,ね,ねそれね気になったそんなの関係ねえだとどうなるのか気になる気になるから検索してみますか今リアルあちなみにねそうだった言い忘れてたけどえっとこの検索ヒット数は1月2日現在のものです っはいはいあれだよねアルファベット半角だか全角だかのアルファベットをお持つで THK って打つと消しちゃったヒント書いてない誰か消しちゃったえっうんどんぐらいあるのかみんなメモってな消しちゃった消しちゃった使うからご検索くださいそんなの関係ねえが150万ですね150万そうでもうさんの3倍 まあそうだね3倍か、はあ、そんなに増えなかったねそうですね結果が一つ、うん、っていうか、はい、ギャグで検索してるからじゃね小島よしお人名とかの方が多分大きくなる多くなると思ううんまあほらだってなんだろう <laughs> やっぱり人名とかの方がさブログとかでも書かれんじゃんそうそうですね <laughs> あ,<ー>あとはその出てる番組とかでも 出ました。え、八十六万です。あ、れあれ？そうでもない。逆に逆に負ける。これはおつきと持つきと同じですね。ああ、そうだね。え、わかんないね。これは難しい難しい。そっか。予想外。まあ最後やっぱりね運ゲーになってしまったわけですけれども。まあ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 。ほらでもうん。そうだね。ちなみにこれチョイスどうしたのさ。あの袋とか餅つきとかその。 ね流行語とかは分かるんだけどさあのポポポポンどっから出てきた突然あとさかな頑張って降りたんです降りたい降りたりたそのポポポポンって単語舞い降りでいや社内い降りちゃったら社内りちゃったら神のお告げがあったんだよきっとさかなこあの去年ちょうどあの博士名誉博士 市になんでタブレット並んたので東京海洋台の坂野君すごいですよね普通に普通にすごいですあの人はすごいですよ。あとは昨日テレビで見ました。違う感じですよね。テレビ。はいというわけでね検索ヒットブラックジャックなかなか興味深い企画ではありました。そうですねねなんかそういう。 やるの。結構楽しそうですよ。まあね。八とか九を探すのめっちゃ大変だよ。ああ、そうだね。やっぱそこでつかかった。結構つかかるそこは。一に上がっちゃうんだろうね。でもこういう検索を使ったゲームはね、多分面白いと思う。面白いね。ね、世の中の動向も見えてきたり来なかったりするの来なかったで。す雑かったごめん。こその遊びみたいな。そうだね。はい。そうだわ。はい。じゃあ後半の企画がクイズカしだけどンド 申し訳ありませんでしたいや申し訳ないこれはでもねそうね聞いてほしかったね「紅白歌合戦」まあ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 僕はクイズの方が好きですあそれ裏番組ね裏番組いや今年でも俺もね笑ってはいけない方でしたああでも途中の曲ね何曲か聞いた かな白は行ったり来たり派そうそうそうだやでもねんかね年々の「紅白」を見るたびに自分が音楽を聴かなくなっていくっていうのが分かるなんていうかこう普段聴いてる音楽がもっと古いやつだったりあとはピアノの曲とかだったりしてああなるほどね。 まあそれはあるかもね、うん、俺も多分ねここ今日問題出した曲とかでも何曲かねあれあったなこの前なんかその割と年末って歌番組さ多い,、ね、特番多いじゃんコードとかも、ね、そこまでそれを見てなければ知らなかっただろうなって曲は多いかも年末になってあこんな曲あったんだみたいなで知るのはあったかなうん、うんうん、そうそれこそ何だろうなあの えっと、スーパーフライさんの「ビューティフル」とかそうそうレコー,ータイとかで聴いてああこんな曲あったんだみたいななるほどなるほど、うん、いい曲だなって思って、うんはい、採用しました<ー>ちなみにねその、うん、予備問題があったわけですけれどもそうそう実はもう一問ね問あまあまああの本当に放送で採用されてるのは何問か知りませんけど <laughs> 一応ここ収録中は4問やって最後まだ1問残ってるのでやっていきますか 「やっていきますか」って言っても流せないんだけどさ <laughs> 曲は <laughs> まあ曲は流せないので、まあ、曲名だけ誰が読むのかな誰読む誰読んでいいよどうぞあそう、うん、どうぞはい <laughs> 参ります「うん、天上天下つなぐ花火かな」うん「とこしえとせつなの出会い」「忘るまじ我らの夏を」なぜここ そうだね金遣いがもうねそんな感じだよね。がだったりいやどんな曲だと思います演か演歌じゃないですか演歌っぽいだからってこれになるかなんかむしろ最近のさ新しく台頭してきたバンドとかが歌おって思って 『世界の終わり』とか『の極みとかその辺ああちょっとなんかねそういうんだろう昔のも取り入れたポップ的な感じの曲これ歌詞だと「忘れまじ」って1回しか書いてないですけど歌だと34回くらい繰り返してるんですよ繰り返してるんですよ本当忘れちゃダメなんだよきっと絶対忘れんだよいやで歌詞じゃなかったタイトルなんだと思いますかうんあじゃあヒント出そうか はい、ヒント、ね、そうだなまずはうんと「とこしえ」と「せつな」これはねタイトルにもつながっ,つながってくるつながるの、うん、つながるあとはねそれとは別に「花火」それとは別に「花火」花火うん花火とかいや花火か、うん、花火とか夏とかがつながるだからその、うん、なんだろう えとなんだっけトコシエとせつなの部分がつながる部分と,、えー、と夏の花火がつながる部分があるタイトルの中に俺夏の花火がつながるのは祭りしか出てこないなどうすか主学はえーなんかトコシエとせつなとか言うと前世のうんうんとか <laughs> そういうに <laughs> あれそなんじゃな,くない,いトコシエってそういう単語じゃなくないえ違うですかトコシエ あ、わかえまずえっつがあのねえまずさえ塗子絵って大丈夫ちゃんと分かってる？全然分かんないです。あ、なんかこうはっきりした意味を答えるのは難しいけどなんかこう長い年月っていうそうそうそうだと思うよ。だって節なはわかるよねでもせつざいなんだよね塗しえだって丁寧に漢字で書いてくれてさよろずの代って書くでしょう。代はあれでしょ世代とか時代の代だからさなるほどなるほどっていうことですよ。って だから前世はなんかちょっとあるじゃんはいじゃあそろそろ回答をどうぞパテお二人お二人トコシエとセツナが大事タイトルにつながるってことはやっぱり時間だよねということはということはタイムマシンだそうですよタイトルがタイムマシン あ、おう、分かった、はい。演歌どこ行った？とそれな。いや別に演歌とは限らないけどね。う限らないけど。はい、どうですか？もうなんか自分の中で出てきた回答をつなぎ合わせると時の祭りとかそのぐらいだよね。うんうん、なるほど,、ねあるほどね、じゃあ正解発表します。はい。はい。どうしましょう。でも惨めになるだけだけどね。はい、は,はい、いきまーす。ーえー、シナリンゴさんで長く短い祭り。ああ、はい、なるほど。

ものはいうん、えでコカ・コーラの2015年サマーキャンペーン CM ソングではいですはいこの曲、あれですよね普通の別のなんか男の人も出てきますよね歌ってるとそうだね,、えー、ですよねフ,ィフィートなんちゃらぐらいうら、はい、どうなたかちょっとどうっかかんなんど忘れてしまったんですけれどま、はい、まあ、まあ,あでもよくなんかシンダリンゴさんと歌ってる人じゃないですか,そうな,んですかなんかな、えー、きがしていると分かんないけどね、えー、なんとなくそういうイメージを持ってるな、うん、俺も。 なんか男性の方がね、はい、うん、いやー紅白見たいねもう <laughs> いやーでもほら紅白見てると怖くっていうかまあそうですよねその年のなんか最後の方の歌番組とか見てるとなんかなんか今年は こういう傾向なんだなみたいなのこれこそ分かるとこあったりするんじゃないかなまあ今年は異例のね、うん、アニメソングがいっぱい出たからね <laughs> うんそれな、あのー、普通に他局のとかからも引っ張ってきてて、まあ、ねうん、うん、はいあれはもうなんか昨今のアニメ文化とかのね、うん、実際人気がすごいからね,ねあれですよねまああとは何だろうねなんかそうだな 最近のアーティストやっぱりなんかいろんな最新の技術導入してたりとかするアーティストとか多いんじゃないかな歌とかにも歌でも演出でも Perfume、ね、とかなんかすごかったステージがっていうのもあるかなうん時代が変わるねそうだね <laughs> <laughs> そんな中でも逆にねレベッカさんみたいなレベッカさんってかレベッカうんとバ,バンドに対しては3でいいのかないいかレベッカさんのフレンズみたいな昔の知らなかったか 全然かな聞いたことあったあ然全然分からなく技術よも分からないあれなんで俺えでもなんかめっちゃ普通に知ってたんだよねであーって感じだった出るって聞いた時まああれですよ今回ねあの一曲本編の放送の中で入れたのが木原竜キさんの「トークトーク」ですけどもその歌詞の中にもあるんですよ大事なのは変わっていくこと変わらずにいること やっぱ両方あるんだよね。そうだね。どうします、シータさん、私ら二十歳ですよ。成人式です。成人式です。はい。二十歳になりました。どうしましょう。私はまだ二十歳じゃない。あ、そっか、そか、そか。成人式を迎えても、まだ。中なるほどね。いやはや。二十年間。で、こうね。そんな。 え割と長かったような気もするけど割とあっという間だったような気も何か何してきたか覚えてない <laughs> そうだねそう覚えてないんだよねだからそう成人式とかでねなんか同窓会とかあるからねうん,なんかあんまりここ最近ずっと会ってなかった人とかにも会えると思うんだけど君らも来年これを感じるんやな、ね、<laughs> なるほど <laughs> しみじみとなんかね人間の なんだろう、感覚的時間。うん。二十<う>歳が折り返しって。聞いたことが、うん。怖い、怖い、怖い、怖い。<laughs> すごいよね。だって、二十歳が折り返しっておかしく。ね、今平均寿命八十って言われてるでしょ。<laughs> <laughs> そうだね。あと六十年 <laughs> 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 す。<っ> <laughs> でも、それ、やっぱり、あれじゃない。だから、どれだけ環境が変わるかっていうのもあるんじゃない。んそうだね。<ー>やっぱり、その、だんだんと。 なんだろう仕事とかにも定着していくとやっぱりさ、ルーティーンができるじゃん。まあ昨今、転職も簡単ではない。うん。まあ就職も簡単じゃないけど。ああああ大学生が。ああって悲鳴あげるだもうちょっと後にしたい。はい。えーと、エンディングいこう。はい。はい。リレートークが好きなゲーム。雑だな。幅広くしましたよ。な何でもありだからね。誰してるの 野球ゲーム好きですね。野球ゲームってい球ゲームが好きです。実際の野球、普通にグラウンドでプレイするというのは自分全然できないんですけど、プロ野球選手たちがやってるのを観戦するっていう意味のゲームを見るも面白いし、普通にスマホのアプリとか PSP とかそういうののゲームでもいいし、プロスピとかパワープロスピあれは野球版。 野球版それ言いたかった、俺言いたかった、とても言いたかった野球ゲームって言った瞬間に。今日やるんじゃないですかテレビで。リアル野球盤。リアル野球盤。ボね。ボーボ編トトンネさんがの番組ですね。はい。もうこれが放送する頃に終わっちゃってる。終わっちゃってます。楽しみですよ。楽しみだね。どうなってるかな えりかさん、どうですか。えっと、私は結構パズルゲームとか、そういうのが好きなので。あの、数独とか、ああいう。クロスワードとか。そういうものが。結構一時期、ハマってやっていました。今じゃないんだ。あの、今ね、時間がないの。時間がないんですよ。や、やれたら、やりたいって感じで、本とかも買ってやりました。はい。 俺もね、そうえでもなんか幅広くいろいろやるからな。やるよね。やるんですよ、ね。あなたはやるよね。やるんですよ。ゲあ,すかあのあなんだろう、そのテレビゲームももちろんやっぱすごいやるから、なんだろうあかあんまりねそのガチの格ゲーとかはやんないんだけど、うん、なんだろうパーティーゲーとかだったらやっぱり結構やるし、あでも割となんだろうファミリーゲーム系の方がやってるかな俺は。そうね。FPS とかやらないよね。そう,そうそうやんない。 まあ、FPS に近いなんかもうちょっと簡単なゲームとかはやったりするけど。あ、そのイカイカはね、<カ>やんないんですよ。<laughs> やんないですかえ。でもなんだろう。あ、でもそっか、TPS かな。お<ー>うん。あど,どっちかというと。あとは、でもそのさっき言ってた、リカちゃん言ってたみたいなパズル系、そのなんだろう。うん、ここ最近ね、ちょっとね、3DS でちょっとピクロスっていう。 パズルゲーなんかね、なんか、数字、ドット絵を完成させるゲームなんですほど、数字ヒントにやっていくってやつ、あれとかはまってたりしたり、あとは、でも、ボードゲームとかもね、割と好き、ボードゲームとか、あとは、人狼とかそういう系のさ、あれ。ボードゲームはね、本当にね、楽しい。だよね。 だから一概にどれが一番好きとかは言えないかもまあね私もボードゲーム大好きだけど電子ゲーム系で言ったらモンスターハンターシリーズとスマッシュブラザーズシリーズは大好きなのでそうだよねそんな感じになるんじゃないかな割とみんなはいって感じかなはいはいというわけであやべもう20分過ぎてるよえてか25分だよもうだよ <laughs> はいえー、ここまでのお相手は THK2 年ラジオ学類長の石井孝義と THK1 年パーソナリティをやりました <laughs> 佐藤拓海とまあ別にそんな詳しくなくても大丈夫です最終言ってるから THK2 年の沢田佑樹と <laughs> はいえー、と「ぐで玉が好きな THK1 年の宋」と THK1 年の黒沢でしたそれでは皆さんさようなら